はい、毎度でーす。とりあえずデザインこんな感じでできましたよ。横須賀中央の、商店街と、あとは、その他もろもろの商店街の人たちとか、それから米軍の在日米軍の人たちとかで、作りました。ミカサですね。これはイの58ってやつなんですけど、っていう味の種類ね。それからあとは、よいしょ、フソウ金剛赤城長門と、これが最初横須賀中央の商店街の何か所かで売られます。アメリカとの合作なので、メイドイン USA になりますね。なぜかというと USP グレードの、ものを使いたかったのでね、一番世界で一番安全と言われるね。なので、結局メイドイン USA にしました。3月ぐらいに、ミカサリキッド、お目見えすると思いますんで、よろしくお願いします。で、今日は特に他物ないんで、ちょっとね、先ほどこれ噛んじまったんですけど、噛んだ時のここね、ロックが、まずモッドを買った時にですね、このボトムがどっち回しで閉まるのか、どっち回しで開くのかで、ロックの方は、どっち回しで閉まるのか、どっち回しで緩むのかを頭に入れるのが、まあ先決なんですけどね。で、あ、どっちだったっけなっていうのは、もうそれはごめんちゃいっていうことで、で、私の場合はこれを覚えてたんで、じゃあまず外す時に、もうどうしてもダメだったらここをこう少しずつ傷しか何か叩くしかないんですけど、まあどういう風にやるかちょっとご説明しますね。今日ちょっとお客様で、ニッチもサッチもっていうね、お客様がおられたんで、まずこれ無理くり手で外れるもんだったら外します。あ、待った、あれ、なるべくだったら手がちぎれますんで、皮が。だからゴム軍手とかでやると横山ですよ。で、なんとか回りましたけど、ちょっと大丈夫かな。で、回ったら回ったで、今度はこのボトムとですね、このロックリングがもうダメです。これでやろうとするとここで手がビリビリに切れますから、気をつけてください。やめてください。じゃあどうしたらいいかっていうと、これをはめます。で、今度こっちでグーってやったら緩むんですけど、緩むんだけど、今度こっちが外れなくなるっていうね。そういう時はどっちかにですね、まあ紐でも、もちろんこのティッシュでこより作って巻いちゃいます。巻いて、で、今度はそれを緩めなきゃいけないんで、時計の逆回しだね、本体から外すのは。ついよ、回りましたと。で、そうしましたら今度は、あれ、ゴムないか。じゃあ、もう一本こっちに、はめて、もう一発こっちにはめまして、で、また今度、ボトムを締めるとこれが緩むので、今度締めます。締めますね。そうすると今、2段に、ゴムまたは、まあ、木綿の紐でもいいんですけど、金属はやめてくださいね。ネジ切ったところに噛んじゃってネジ山潰しますんで、柔らかいものを巻いてください。で、やるとほら、上は緩みますね。で、上はもうこういう状態に、動く状態になりましたんで、あとはこっちも隙間が空いてるので、そう、ゴムとかね、紐とかが噛んでるので、結構外しやすくなります。ほら、外れた。まあこんな感じですね。
で、そうしましたらですね、ここにシリコングリースなどを巻いてもらってもいいですし、あと水とか濡れるとね、ここ緑青が吹いてきますんで、たまに掃除してあげてください。必ずこの銅のサビがね、食いついてきます。それからあとは、これ締めすぎると、これはステンレス、こっちは銅なので、必ずステンレスが締めれば締めるほど、まあステンレスの方が材質が硬いので、ネジを切っていく状態になっちゃうんですね。だから噛んじゃうんですね。私これ知らずに万力で押さえてグッてやったんですけど、万力とかで絶対押さえないでください。なぜかっていうと、これ全体が楕円になるので、回るものも回んなくなるのが、まあ、当たり前なんですけど、私は、万力でグイグイ押さえて、回んねえな、回んねえなってやってましたんで、でしかも傷ついちゃうし、最後回んなくなって、もうどうしようもならなくて、上からしかね、電池入れ替えができなくなりました。なんで、あとは、シリコングリースでね、普通の CRC とか、普通の油だと、ベタベタしちゃって、なおかつ、ホコリがをね、ホコリがくっついちゃいます。そうすると、今度、ホコリが中に入って、余計また噛んじゃいますんで、DIY センターとか行くとね、シリコングリースとか売ってるんでね、そうするとかなり滑らかになります。だからまあ近くにそのゴムだとか紐だとかね、ティッシュだとかあれば大体できます。噛んだものは大体回りますんで、どうしてもダメだったら一回、まあ僕は荒行なんですけど、スコンとこうちょっと叩いちゃうんですけどね、衝撃を与えるちゃうんですけど、まあ極力およしになって、どっちだったっけな、こうか、こうね、はい、回るこう。たまに私もね、シリコングリースをねちょっと拭いて、ちゃんとこっちロックもかかるとっていうことですね。シリコングリース、車屋さんとか、あとはね、自転車屋さんとかにもね、たまに置いてるんでね、拝借しちゃって、ちょっと借りたりとかしてね、チュチュッと垂らしたりとかしてあげると、すごくスムーズでいいですよ。ということで、噛んじゃった時対策でした。それから、そうだ、あとは、横須賀初、米軍との合作の、リキッドミカサが3月ぐらいから発売されますってことです。じゃあねー。